I go for the knockout. Everybody can see that. A lot of fighting here. So that's why I'm motivated. Him and I, we're gonna go at it. ご存知、南海の黒ひょう、レイス。代名詞、ブーメランフックを引っ提げ、長きにわたり、このリングを蹂躙。獲物を逃さぬその執念、いささか厄介である。今年3月、横浜、迎えた最強王者との一戦では、あのシルトからガンを奪った。彼の拳もまた錆びてはいない。 I know he's gonna come to win that fight and I'm gonna go there to win that fight. Fuck, when the time is there, I'm excited. Don't worry, I'm gonna be the champion this year. Push. とどまるところを知らぬブーメランフックか、それともハイキック引っ提げ20世紀改め21世紀最強の暴君なるか。4度目の頂点、모든것은한방으로끝난다레이스웨포まずは大きな歓声を浴びてレイセフォーです。本コーナー身長 152cm 체重 112.7kg 팀안주소속 K1 의살아있는전설ピーター。さあ開幕戦を突破して4度目の頂点へ、ピーター・アーツです。共に K の歴史を紡いできた2人です。セフォーとアーツ、やはりノリカさん、この両者人気はすごいですね、はい、ソウルではね。本当にあの K1 初期の頃からファンの心をわしづかみする2人ですよね、花がありますね。ただね、この2人が今日どちらかで消えなければならないというのがね、もったいないというか、K1 は本当レベルが高いですね、はい、そしてこの2人が心が通い合った親友だというのを、東原さん、はい、もう我々よく見てきてますからね。そうなんですよ、本当複雑です、見る方が。その2人の友がこれから鳴り響くゴングが鳴り響いた瞬間に、倒さなければならない敵として互いの前にそびえ立ちます。アーツか、それともセフォーか。さあ戦いが始まる。恨みこなしていこうぜ、そんな思いが両者の胸中にはあると思います。本当ね、開幕戦でもうこれね、ベスト8同士のもう本当に K1 を支えた2人のカードの実現っていう、だからやっぱり今の時代がこうそれだけ変わってきてるんですよね、はい、世界のキックボクシング界で見たらこれ実現できる最高のカードの一つですよ、今ね。ローキックを出しましたレイセフォー、もう互いの怖いところというのも十分分かってるでしょうから、どうでしょうかね。あとローラバラソンでした。レイセフォーにやっと笑ったレイセフォー、やるなというレイセフォーの意味です。それとまたですね、右だレイセフォーの右、ここのところピーターアーツがどんどん調子上げてますからね。もう今シーズン、今年絶好調、2戦2勝、今ストップザセームシュルトって言われてますけど、はい、やっぱり一番ってこのピーターアーツですよね。あの本人も言ってますね、シュルトを倒すのは今他の16人を見て自分しかちょっと思いつかないよ、うん、それだけ自分には自信を持っているのがピーターアーツです。
あの98年3度目の優勝を飾った時には森川さん1ラウンド全て KO というね、本当ですね、無敵の強さでしたからね、かっこよかったですよ。あの時の強さが今戻ってきてるんではないかと、はい、左の左の反則でした。ローキックがいいですね、両キックが両方とも効いてますね、はい、あの無敵の強さを誇った98年3度目の優勝から来年で10年になるわけですが、ピーターズ、あとまたローだ、一時はあるいはこれまでかという話もありました、噂も立ちました、ピーターズ、そこから見事にまた再び力を取り戻してきて、今大会は4度目の頂点に最も近い男の一人として、ストップ・ザ・シュルトの一番手としても数えられているピーターズ、動けてるんですよね、ピーターが、はい、左入ら、ガードしたレイセフォー、一旦ガードほどく、左からさあどう崩していくか、ピーターズ、右の下から右のローだ、アーツがアーツが攻め込んでいく、レイセフォー打たれている、レイセフォーが打たれています、ローが効きましたね、残りは1分、ダメージカールからレイセフォー、ガードをほどいた、第1ラウンドからチャンスを掴んでいるのはピーターズ、アーツのハイキックはやはりガードで警戒をしています、レイセフォー、すごいですよ、アーツ、すごいですね、アーツで、ちょっとレイセフォーがちょっと手がないですね、ちょっとスタミナも切れてきましたね、苦しそうですね、はい、3月にはこのレイセフォーもシュルトに敗れてはいますけど、シュルトからダウンを奪ってますからね、ああローキック効いた、またカウンターですね、またローキックです、この立ち上がりから効いているローキックがセフォーの出足を止めています、ダウンだ、ダウンだ、ここでダウンを取りました、第1ラウンドピーターズ、ちょっと苦しそうですね、使用者内ローキック効いている、あのレイセフォーに全く手を出させないピーターズ、残りは15秒です、一気に決めるか、右のストレート、右崩していく、左から左から、最後のローは距離を取ってかわしていくレイセフォー、苦しそうですね、レイセフォーは、ちょっとかなり効いてますね、あっとここで第1ラウンド終了のゴングが鳴り響きました、ピーターズ第1ラウンド強し、レイセフォーからダウンを奪っています、第1ラウンドからアーツがその強さを発揮しています、今年はここまで2戦2勝、6月にはオランダでボブサップを26秒で KO しました、8月の香港にはあのニコラス・ペタスを右ハイで KO しました、まさに絶好調でここまで来ているピーターズ、何度かスリップダウンがあった末、第1ラウンド終了間際のローはダウン、ちょっとあのレイセフォーの様子がおかしいですね、立ち上がらないですね、こんなレイセフォーのラウンドインターバルのシーンはあまり見たことありません、試合前にちょっと体調崩したっていうのはちょっとちらっと聞いてたんですけど、かなり苦しそうですね、タオル投げ込まれるかもしれないですね、はい、あっとタオルが、タオルが、タオルが入りました、タオルが入りました、レイセフォーサイドからタオルが入りました、レイセフォーが立てません、ピーターレイセフォーからテクニカルノックアウト勝ち、これで2人の通算対決は2勝1敗、5年ぶり3度目に実現した両者の対決はアーツが1つ勝ち越して、ピーターアーツ12月の決勝ラウンドに進出です。